皆さんこんにちは。今回はここのうつ主がようやくツイッターを始めようということになったので、その告知をさせていただきます。名前の方はこの YouTube のチャンネル名と同じく北大阪快速としてアカウントを作っております。ツイッター赤の方はここの説明欄にリンクを貼っておくので、もしよろしかったらフォローお願いします。で、ツイッターの方で何をつぶやくのかと言いますと、動画の制作状況、制作予定の情報などをつぶやいていこうかなと思っております。また他にも、何気ないこともつぶやこうかなって考えております。またそれで、今回このツイッターを始めることと同時に、動画のリクエストを随時受け付けようと思います。まあ要するに、ここのチャンネルにこれやってほしい、あれやってほしい、ここ実況してほしい、とかの感じのやつです。確かこんな感じの動画のリクエスト受け付けますってやつを結構前に、スクリーン駅のゆっくり鉄道旅実況の後編の最後にちょっと話したんですが、一応今回ツイッター始めるということもありもう一度話しておきます。で、動画のジャンルは基本問いません。全然リクエストお待ちしております。というのも、このチャンネルの動画ネタって結構波が激しいんですよ。ある時はネタが10個近く集まって、ある時はネタが1個ぐらいしかなくなってたりとか、そうなってくると投稿頻度が結構落ちちゃったりするんです。そんな時に皆さんからのリクエストがあれば、ネタが尽きるとかあんまり気にしないでやっていけると思うし、リクエストに応えられて嬉しいって感じのうつ主の感情が出てくるので、ぜひ、リクエスト。よかったらお願いします。あと、これもお伝えしておかないといけないんですけど、リクエストが非常に多かった場合、すべてのリクエストに答えられないことがあります。また、極端にお金がかかりすぎる動画も、答えられないっていう可能性もあります。その点はご了承ください。そしてもう一つ、リクエストをもらっても、すぐに動画としてアップすることはほぼほぼできない可能性が高いです。なので、リクエストをしてもらったら、あんまり期待せずに気長に待ってくれると嬉しいです。最後に、リクエストのこと含め、今回の動画で何かわからないことがあったら、下のコメント欄にて質問をお書きください。それでは今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。